最新型 F-15EX 初飛行。今年2021年3月より納入開始。米国のボーイング社は、2021年2月2日、製造中の F-15EX がセントルイス・ランバート国際空港において初飛行したと発表しました。この機体は、2020年4月に初飛行したカタール空軍向けの F-15QA ストライクイーグルとほぼ同じ性能のものとなります。したがって、開発はすでに終わっていると言っても過言ではありません。この F-15EX は、マルチロールタイプの F-15E ストライクイーグルの最新型となります。制空戦闘機タイプではありません。初飛行は90分に及び、アビオニクス、先進システム、ソフトウェアや飛行時動作部分の動作確認、データ確認など所定の試験と評価、確認を終え、初飛行は成功したとしています。地上でも、飛行監視チームが、機体の各種センサーから届くデータをリアルタイムで受信し、精査していたようです。また、ボーイング社は、当初納入予定だった2021年第2四半期から前倒しし、第1四半期後半である3月に最初の2機を納入する予定であることも発表しました。最近、B-21 も早期納入が示唆されましたが、アメリカ空軍の新型機の納入が前倒しになることが多くなってきましたね。前政権であるトランプ政権の予算激増が効いてきているような気がします。ちなみに F-15QA をカタールは1機180億円で契約しており、米空軍は F-15EX を1機95億円で契約しております。おおむね倍違いますけど、いいんでしょうか。この機体は、LP-HUD やデジタルコックピット、AESA レーダー、デジタル電子戦システムなどの最新機材を採用している、最新型の F-15E シリーズの機体です。自衛隊の近代化改修機も、この F-15EX とほぼ同等の能力を持つ予定です。ステルスの F-35A と価格的には同等となりますが、今更なんで F-15 なのでしょう。米空軍によると、F-15EX は運用費が F-35 の半分とされています。維持費が半分で済むというのは大きいでしょうし、今まで育てたイーグルドライバーが機種転換せず、わずかな教育、訓練で、そのまま搭乗可能というのも大きいでしょう。通常の領空侵犯任務では、格闘戦能力の低い F-35 より適しており、敵機に近づいて威嚇するには最適です。また、もともとが大水力エンジン2発の大型機であるため、多くの兵器を搭載可能であり、ミサイルキャリアとして F-35 の後方に続く戦闘機としては最適です。その上、対地、対艦能力が強化されており、F-35 より大きな搭載量で、対地ミサイルや対艦ミサイルなどの飽和攻撃を行うのに適しています。このような点が考慮されたようです。それでは、F-15EX の性能について見てみましょう。ボーイングの発表によりますと、F-15EX は、従来の F-15E と比較すると、機動性、加速、耐久性、計算能力及び武器の運搬能力が強化され、より多様なミッションに対応可能としておりますが、ざっくりとしすぎているので、もう少し詳しく調べてみました。F-15EX は、機体そのものの構造も強化されており、構造寿命は2万時間に延長されています。F-15E は1万6000時間、F-15CD、F-15J は8000時間とされています。もともとチタン合金を使っている機体なので、アルミの機体に比べれば耐久度は高いです。F-15JSI も改修することにより、1万8000時間に延長されるようです。また、オープンミッションシステム OMS アーキテクチャーを採用しており、最新の電子機器への更新が素早く行えるよう改良されています。構造も強化され、電子機器の更新も容易になっているということは、これから40年程度は現役で飛ぶのかもしれません。
1972年の初飛行から約50年ですが、さらに40年となると、すごい息の長い戦闘機となりますけど、無人化の動きも出ており、どうなるでしょう。飛行制御システムには、デジタルフライ・バイワイヤを採用しております。F-15JSI は、フライ・バイワイヤーへの改修は見送られています。アエサレーダーは、米セオン社の AN/APG-82V1 アエサレーダーとなります。これは F-15JSI と同じものです。この AN/APG-82V1 は長距離対地攻撃モードを備えています。そのため、長距離空対地ミサイル、JASM-ER をはじめとする多くの空対地攻撃兵装が運用可能となります。セントラルコンピューターは、ハネウェル製ミッションコンピュータの ADCP-2 が採用されておりますが、実はこのコンピューターがかなり高性能です。このコンピューターは F-15JSI にも搭載されます。一番の売りはマルチコア処理で、演算能力は1秒間に870億回の命令処理能力を持つとされています。イーグルパッシブ・アクティブ警告サバイバビリティシステム、エポース、長距離赤外線捜索追尾機能、IRST、レーダー、高速レーダー通信などセンサー類から送られる情報を同時に処理し、HUD や HMD、大型ディスプレイなどの表示装置に表示することが可能です。また、将来のソフトウェアアップグレードも容易になっています。このコンピューターの導入により、F-15E や F-15J では、手動で行っていた切り替え等の操作が削減され、自動化されます。そのため、パイロットの負担が大きく軽減される予定です。原則一人乗りの F-15J のパイロットにとっては、これは大きい改良ではないでしょうか。勝手にそう想像してしまいますけど。コックピットは、最新のデジタルコックピットとなっており、大型ディスプレイを配置し、パイロットが、効率よく情報を読み取れるようになっており、HUD も LP-HUD ロープロファイルヘッドアップディスプレイ型に換装しています。ロープロファイルとは直訳すると、目立たないという意味になりますが、今までの HUD より、小スペースで設置が可能なことが売りの HUD のようです。小スペース小型で目立たないが、ディスプレイ自体は大きく見やすくなっているようです。他にも、電子戦システムのイーグルパッシブアクティブ警告および生存システムエポース、イーグルパッシブアクティブウォーニングサバイバビリティシステムが搭載されています。これは F-15JSI には搭載されません。 F-15JSI は AN/ALQ-239 デュースが搭載されます。エポースは攻守双方の電子戦オプションの提供が可能です。統合されたレーダー警告、地理的位置、状況認識、および自己防衛ソリューションを持っており、信号が密集した競合環境、および高度に競合する環境において、地上、および空中の脅威を検出し対抗し、機体と乗員に高度な生存性を提供しています。このシステムはかなり優れもので、CHAF やフレアなどの自己防御装置とも連動しており、自動的に対抗します。 F-15EX は16のハードポイントを装備しており、最大で22発の空対空ミサイルを搭載可能となっており、兵装の搭載量では群を抜いた性能を持ちます。 F-15JSI も EX で搭載できる兵装は全て搭載可能になると思われますが、ハードポイントは12箇所になるのではないかという情報が有力なようです。封じがどの兵装を採用するかは今後も情報が出てくるかと思いますが、JASM-ER については採用が決まっております。米空軍では最初の8機を受領し、最終的には144機を導入する予定です。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。
次回もお楽しみに。Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.